経済学部大西義行准教授を紹介します。私の専門はオランダ史です。大西准教授は17世紀および18世紀のオランダ共和国時代を専門に研究。テーマはオランダ社会が長い経済不振に苦しんだ時代の社会保障制度です。現在の研究テーマは18世紀のオランダの給貧制度です。つまり、貧しい人に、現金とか、パンを給付する一種の社会保障制度ですね。衰退に悩む社会が、どのようにして貧しい人々の暮らしを支え、また社会の安定を確保していったのか、ということに関心があります。長い停滞時代にオランダ社会の安定を支えたのは、ヨーロッパで最高水準の給貧制度だったと大西准教授は考えます。住民の 10% が何らかの形で給付を受けていたと言われています。非常に素晴らしい制度なんですけれども、それを支えたのは税金ではありませんで、驚くことにそれは一般の市民の自主的な寄付でございました。大西准教授は18世紀に発行された当時の給貧関連法令集を紐解き、安定した救済制度の特徴などを探ります。誰にでも気前よくお金をパンを差し出していたというわけではないんです。例えば、ある住民が給貧が必要だと申し出があった場合ですね、それはですね、その人の経済状態をこと細かに調べて記録を取って、その上でしかも必要最低限の施しを与えるというようなことが実態でありました。しかしそれでも貧民に与えすぎているのではないかという批判の声が止むことはありませんでした。これは大変興味深い出来事だというふうに考えます。充実している給貧制度に批判の声が上がるその背景には、給貧が充実しすぎると貧民が働かなくなるという市民たちの給貧に対するイメージが根付いていたからと大西准教授は考えます。社会保障制度の目的はもちろん困っている人を助けることにあるんですが、加えてですね、その社会保障制度そのものを崩壊させないっていうこと、ここに非常に力点が置かれるんですね。ですから与えすぎると、短期でその制度が崩壊してしまいます。ですから与えるのと同じぐらい与えないということが大変重要なんですね。ですからその当時の社会保障の充実というのは、与えることだけではなくて、いかに効率的に与えないか、ここが重要になってきます。オランダの発展と安定、停滞時代から探る大西准教授、今後の展望は。日本の社会制度を考えます。現代日本経済は多額の社会保障費で財政が非常に逼迫した状態にありますけれども、それは18世紀のオランダと共通点があるというふうに感じました。そこで過去の事例をもとに、今後日本経済がどの方向に向かっていったらいいのか、そういうことをさらに考察を深めていきたいというふうに考えます。